この問題が最初に青木の問題から端を発しましたけれども、青木の後を、まあ、角川代行、そして今度の ADK ということで広がりを持ってますけれども、まあ、当初はどこまで広がるのかなという半分疑問もありましたが、かなりの広がりを見せていると、検察当局のかなり強い意気込みというのを感じますね。まあ、現在の東京高検落合さんという方が検事長ですかね、この方が来年1月に定年を迎えるということで、まあ、この1月をめどに最終終着点目指しているんじゃないかなというように見られているかと思いますけれども、ここまで来ているからにはもう一歩踏み込んで年明けあたりになるかと思いますけれども、期待というと変ですけれども、大きな捜査の進展を見たいというふうに思いますね。まさに今植草さんがご指摘した、まあ、他のところじゃ絶対出ないような指摘ですね。落合検事長の定年、ニュースオペイドライブスタートです。